これスズメのナビタポーチっていうポーチなんですね。商品なんです。で、まあよりスズメの、まあ、そのぬいぐるみに見えるんですけど、まあ、ポーチっていうところが結構味噌で、これなぜポーチなのかっていうと、まあアメちゃん1個分だけ入るポーチなんですよ。あ、ほんとちっちゃいです。はい。で、まあこういう、まあ、スズメが好きな方とか、まあ、何かこうちっちゃいものを持っておきたいなみたいな方には結構人気な商品で、まあもちろんこのサイズなのでアメちゃん1個分とか2個分しか入らないんですけど、あのスズメの涙っていう言葉があるじゃないですか。まあそれとこの1個分しか入らないよ、アメちゃん1個分しか入らないよっていうのをまあ、ちょっと連動させてスズメの涙ポーチにしてます。でちゃんとここにもスズメの涙が、あ、本当ですね、はい、あ、かわいい、ついてる、ついていて、で、まあ、名前の通り、はい、スズメの涙っていうのとアメちゃん1個分しか入らない、スズメの涙しか入らないよっていうのを掛け合わせた商品になってます。でこれも結構なんかまあギフトとかで、まあ、価格もそんなに高くはないのでギフトとして購入される方が多くて人気な商品です。はい、はいはい、これは、まあ、オートクズニングモーリスのハムスターのハンカチっていう、ハムスターのハンカチ、はい、商品なんですけど、はい、ハムスター好きさんってやっぱ結構意外といらっしゃるので、でもどういう時でも持ち歩きたい、ハムスターと一緒に見たいみたいな方に結構いらっしゃるんです。でハンカチなので、はい、まあ、ハムスターを、まあ、日常的にこう使うにはハンカチに落とし込むと、やっぱこうちょっと、まあ、寝ている時とか目合うみたいな、はい、畳んだら目合うみたいな形になるんですよ。で、まあ、ただのハンカチよりかは、まあ、おがくず、ハムスターがこうなんか眠る時っておがくずとかに眠ると思うんですけど、はい、まあ、そこのちょっと生態というか、はい、様子を落とし込んで、こういったオガクズっぽいふわふわのハンカチにしてます。でこれちょっと、まあ、裏見えないんですけど、こう裏返すと、はい、ちゃんと足も見える、あ、そうなんですか、かわいいハムスターの足、こだわりまで、はい、でこれも一応4柄展開していまして、ハムスター、はい、ジャンガリアンとか、まあ、いろんな、まあハムスター飼ってる方はやっぱり詳しいと思うんですけど、はい、まあ、種類が、はい、まあ、人気どころのハムスターの柄をご用意しています。でこちらも、まあ、手がお手頃なので価格と、まあ、ハムスター好きさんにはたまらないらしいので、癒しのアイテムですね、まあ、ギフトとしてすごく人気な商品になってます。ありがとうございます、はいはい、これはまあ、ダラーネコのカスパギュー、そこで寝ちゃうのダラーネコのカスパギューなんですけど、はい、よくなんかこう歩いてたら、まあ、猫とかって、まあ、いると思うんですけど、野良猫とか飼い猫とかでもなんか塀の上とかで寝てるイメージありますよね、はい、で、それを再現した傘だけであります、はい、結構種類もありますよね、6から7ぐらいですかね、はい、で、まあ、猫ちゃん、まあ、猫好きの方ってどの種類の猫も結構好きでいらっしゃるんですけど、やっぱりこう飼ってらっしゃる猫の種類が欲しいってなって、まあ黒とか白とか、まあ、チャトラーとか、まあ、チワレーとかこういうのしてるなぁ。でこれ、まあ、やっぱり、まあ、つけると、まあ、盗難防止とか、まあ、自分の、まあ、傘だビニール傘とかやっぱつける方が多いので、まあ、それを聞いていただいて自分の傘っていうのも一つ分かりますし、でこうやっぱりこう何とも言えないけど、このシルエットですよね、この傘の、あ、かわいいです、傘の持ち手の方にこうふにゃっと、はい、ここがやっぱりこの猫好きさんにはこう、うん、たまらない特になんかこの結構よく言われるのは、その割とリアルに再現してるっていうところ、肉球もちゃんと、ね、肉球裏にもちゃんとついてまして、でこの眠ってる様子とか、あ、お顔とかも、はい、この脱力感とかも企画担当が何回もこう調整して粘土で作って調整したりとか、なるほど、はい、して作られてしまう、最後までこだわります。確かにこれがあると自分の傘がすぐ分かりそうです。はい、これ、まあ、いわゆる猫の音符猫、まあ、イラストとか入れられたら、まあ、総柄の、まあ、パンツアウトタオルに見えると思うんですけど、はい、これ、まあ、タオルなんですけど、うん、機能的にいい面が
ございまして、あの、まあ、こういう形に掛けていただくんですけど、はい、これ何で輪っかになるかっていうと、こうタオルって基本的に、まあ、洗面所とかキッチンとかにかけて使うと思うんですけど、こう1枚布をこう2つ折りでかけて使うじゃないですか、はいはい、ってなると1箇所しか使わなくなるんですよ、タオルの一部分しか。ただこれにするとこう、まあ、2つ折りだったらこう違う場所に変えようと思ったら1回抜いて、はい、で裏返してとか、うん、違う場所で拭くってなるんですけど、これだったらこう一周回転するだけでくるくるさせるだけで違うところで、あの、清潔感、全細菌とかも有意識の清潔なところで手を切るっていうところで結構人気な商品になっています。これは2色展開、これ3柄ですかね、3柄ほどもらいまして、あ、4柄でした。一応あ、こちらの美容室、はい、4柄でお伝えしています。